こんにちは、はい、50円です、はい、今日は YouTube に流すための素材買いにちょっと苫小牧の本山さん行ってきました、はい、いやいっぱいって俺にしはもう宝の山だったねだからか新婚の方はぜひ行ってみてください、はい、社長も喜ぶと思うから、うんうん、それで今日はとりあえずこれを買ってきたものを例えばこういうものを商品にできるかできないか、うん、また自分はどれくらいの形に作りたいかというのを大まかにこの中から何点か紹介します。そういうことによって、はい、皆さんも園芸店行った時に、うん、もう初あだ大の下にあって枯れかかったりとかさ、うん、そういうやつ見た時に、うん、普通は買わないけどあこれ買って盆栽になるなってみたいな感じある、うん、すると思うな、うん、結構あると思うの、うん、その参考になればと思ってこれ、うん、まあ何点か作り方とかこうしたらいいって紹介始めますので、はい、よろしくお願いします、はい、それではこれが錦木ですね、はい、まあこうしてみれば商品盆栽にはならんけどこのまんま薄いひら鉢入れれば木が引き立つし、なるほど、商品ってこだわらないでこれ作った方がいいなと思って、うん、それこれ三個も結構なってるのさ、ああ本当だ、うん、だから三個なってるし紅葉するから、うん、こういう盆栽もいいんでね、薄い鉢入れば木、うん、引き立つから、うんうん、このもうこういうのは自然味のある木だからあんまり針金かけたりとかそういうことしないで自然の雰囲気で作った方がいいと思います、うん、はい、そしてこれは深山七竈門の実生だそうです。おなんか持ち込み古くて、うん、これ化粧ばちゃんいたらもう難しい針金かけとかさ、 そうだね、そんなことしなくても、うん、なんとなく自然味があっていいなと思っていい、ね、これあるだけ全部買ってきたのね、うん、こういう面白い木があるのさ盆山さんとこで、うん、でこれも化粧鉢入れてあとはこの粘りを見てたね、うん、粘りを見てどっち方面にするか、うん、で七日まだこの状態の場合はほとんど針金かけしないでそのまんま小さい鉢入れるだけで見れると思う、うんうん、これもなんとなく自然ふわっていいでしょ、うんうんうん、これもね太くていいけど盆栽にこだわって盆栽って言ったら果たして盆栽らしくなるかなと思えば、うん、いやこれこういうふうになんか幹が削れてるような、そうそうそう、枯れたやつが好きだよ。ほいでねこれ作るとすればこれは太いのが魅力だけど太いのがまた欠点でもあるんだよね、うん、だってまして太いここで切ってあるから、うん、そうだね、だからこれ作るんならこのとりあえずこの枯れた腐ってるやつ、うん、これ取ってまともにここ腐ったやつ全部って言って穴にするから、うん、でここから穴にしたらね水入って腐りやすいからここまで一緒のところを削って、うん、うん、そして上のこのいきなり太いだけぶつり切ってるのはさ、うん、このシャリから続けて、ああそっか、うん、ここ完全枯れてるから、うんうんうん、ここから続けてここ生きてるけど、うん、ここをシャリにしてこれをもっと細くする、うん、これほど細くすればね、うん、自然味出てくるし、なんか太くていいけどその太さがなんか盆栽としてねどうかなと思う、うん、だからこれの一番の出世するかしないかの境はここのその裏の穴ぼこ何なの。いや裏はない、あいやここね、うんうん、だからこの辺まで枯れてんだ、あだからここまで枯れてるわ、ああそうだね、うん、だからこの彫刻の仕方によってこの木の出世はもう決定する、あそうだね、だからこれも時間かけるけど面白いと思う、うんうん、だからこれも徐々にやっていきたいと思うし、はいはい、普通の店でこんなものを棚用がネタしてるよね、うん、だけどね
これもまあこの粘りなんかあるしさ、うん、だからあの盆景に使うかなと思って。これ前に入ったのは何なの？これね、西洋タンポポみたい。あ、そうなの、うん、だけどほとんどこういうの植えつけたら大きくなるから邪魔。それでこれイグサ、これはつけておいた方がいいね。そんなひょーっとして花穂つくからそんな邪魔にならないから、それでここから取って盆景に入れて椅子なんか添えて景色作っていくかなと思って、うん、そうだね。それでまあこれどうなるか分かんないけどね、枯れ木も山のにぎわいっていうでしょ。だからこれも少し削ってさ、あ、そうだね、うん、この自然味出したらどうかなと思って考えたけど、ただ取るにはもったいないからそうするかなと思って。あ、そうだね、うん、取ったらそこガランと入ってしまうのね、うん、まあ盆景だからそれこそ椅子でこう固めて違うやつまた入れたりするかいいけど、ただこれをうまく使ってやったらトトワラみたいにか、うん、喜ぶかもしれないと思ってね、うん、これは黒松だな。やっぱり盆栽の最終形は松かい。いや好みだね。好み。松かい。うん。でこれ黒松だけどね、うんうん、まあ買ってきてすぐ天付けに出せるもんじゃないんだ。そうだね。だけど俺にしたらすごいお宝なんだよ。うんうん、でこれらなんかでも これなら全部10センチ以下に止めれるから背丈。うん。それもなんか面白そうだね。まあうん、これもまあ10センチ以下に止めれるけどね、うん、なんかひょうひょうとして盆地木にしたらさ、うん、別にあのそんな背丈気にしないでこうやって作ってもいいしさ。うん。こっちはもう完全に畳み込んで詰める。10センチ以下どれも、これ10センチくらいに詰めてさ、化粧鉢入れたらすぐ盆栽立てば盆栽に見えるね。この黒松、あ、これは別だっけ、これ盆人風にこのまんまも穏やかな感じで作るかなと。あとはこれは4点は全部もう10センチ以下。これも結局10センチ以下ってばこの辺だからね。うん、そうだね。この辺にこの頭くるんだから、うん、だからそれであれば完全にこれ畳み込まなきゃなんないからさ、それも面白いなと。うん、もう硬くなってるんだ。それもなってる、なってるけどラファイア巻いたりさ、うん、下げれないことないんだ。うん、ってそれ。これ五葉松。うん、うん、これもまあまあ、まあ、端は良くもないけど悪い方じゃないね、うん、これくらいの長さなのね、うん、まあこれまでじゃないけどね、それがちょっと短すぎるっていうか、これが持ち込み古いからこういうふうに、ね、すぎんだ、うんうん、でこれ石につけてんだ。これも何年かすれば短くなるんだけど、あのね、持ち込みによって多少は小さくなる、うん、だけどね、やっぱり持って生まれた小つのは完全には変わんない。なるほどね、植え替えすればまた元に戻っちゃう、うん、だからあの大丈夫大丈夫、小さい鉢でやれば葉っぱ小さくなるよって聞いて、うん、そりゃ多少小さくなってもあまり望みはできないね。五葉松はもう葉生次第で決まるから、うん、この幹だって枝だってどうにでも調整効くから、うんうん、ね、葉生だけはなかなかね、うん、こうやってやっぱり葉っぱ切ったら赤くなるしさ。そうだね、うん、先っぽね。でこうして見ればね、雑草もこのままついてて落ちるよね。これ花も咲いてるしさ、うん、だからこれの場合この雑草そのまんまつけたまんま、こうやってあとある程度苔とかこういう根っこ整理して石をもう少し見せたいね。うん、うん、そうだね。まあこの中では端も悪くないし、うん、これも無理に詰めるような木でもない。うん、うん、
おいおい、そんなの分析じゃねえよと怒られるで。これもね、やってみなきゃ分かんないけど、挑戦しようと思って。この立ち上がり古くていいのさ。こうやって、これくらいの立ち上がりよかったら、おそらく粘りもあると思うの。ああ、そうだね。うん、だから、これも完全にもう畳み込み。畳み込みだってね、これだけ伸びたやつを畳み込んでさ、さらに小さくっていうのは相当大変なあれだった。葉っぱもぐいぐい長いしね。そうそうそう。これは黒松かな？あ、黒松だこれ。黒松だね。だからこういうのもまあそんな素晴らしい盆栽にはなんないけれども、まあ作るだけの価値はあるなと思ってんの。それでまあここいっぱい1,2,3って枝あるけどさ、この枝を主体にして作るかなと思ってるさ。でこれはどうしても間延びしてるし太すぎるから、一箇所からこうやって枝がいっぱい出てたら小ぶになるのさ、だからこれは間違いなくもう切っちゃって、ただとれね地にしておく、あとこっちの枝はどうにでもなる、巻き込んで長くなるなと思ったらこの下の枝使ってさ、これもここから取ればいいんだもん、この間延びしたやつ、これもね、やっぱりこれは10センチ以下のうちにこれ収めれないと思う。もう収めれなかったらこれも取っちゃってさ、盆栽なんて作りながら考えていけばいい。でこれがあるからこれだったらいいでしょ、邪魔になんない。そうね、あとは希望として粘れよければいいなって感じ。だけどこういう素材すごく嬉しい。だからこういうの興味ある人はぜひあれだね、ボンジャンさんへ行けば、近郊だったら苫小牧だったら札幌からなんぼ1時間じゃ行けないか、まあ2時間弱だね、これおんこ、こうやってみたらね、針金は食い込んでるし、この針金のかけ方見たらね、これ本山さんかけた針金じゃないわ、誰か趣味の人がかけたやつみたい。まあ言っちゃ悪いけど、この針金のかけ方ってプロはこういうかけ方しないから、枝も抜くし、だから本山さんってね、前あの札幌盆栽会の初代会長だから、そういう趣味の人方のつながり結構あるのさ、だから盆栽やめるって人のとこへ行って仕入れたりとか、だからこうやって安くも売れると思うんだけど、ああいう店やってればもう引き取ってくれっていう人いるわね。そうただ知名度ないから俺とこへ誰も来ねえんだよ。これもね、10センチちょっとこの辺まで。ああ、そんなにか。そう。これぐらいに してできないようだったら、これはもう物にならない。とにかく下げなきゃならない。それでこれも、カエデ寄せ植えって書いてる。カエデ。東海で。カエデだけれどもね、やっぱりこれ1本、2本、3本、4本、5本枯れてんのさ、だからこれを取っちゃって、それこそここの今盛り上がってくるけど、ちょっと粘り出る程度まで土取って、またこれ深くないちょうどいいはずだから、またこれに植え込んで、そして今のところはややど真ん中にこれ入ってるから、でここ土取ってなるだけこっち寄せて、こっちに空間作って、そうすれば俺の得意な遊び心にこの辺作れるのね。なるほど、まあ大きさもちょうど商品で利用できるし、
だけどこんなに枯れる前に欲しかったな。まあ大していい盆栽にはなるとは思いなかったけど。途中も繭実なの。そう。でもこれもまあこれなりにまあ実つけば小さい鉢入ればそれだけでもまあ枝ぶれとかそういうのを考えなくても楽しめるだろうし。うん、うん、これは実ついてないけど繭実だからそのうちつくんでないか。これも。やっぱり商品式でやってるからあんまり大きくしないようにこうしてこっちこう流してなんかこれやっぱり民衆で針金かけたんだね、うん、自然にはこんなに曲がんないもん、うん、そうだね。だからこれもあんまりこだわらないで気張らないでさ気楽に商品盆栽としてこのまんまで楽しめるかなと思って、うん、まあ粘れ面白ければまた嬉しいけど、うん、そうだね。でもまあ粘れなくても小さい鉢入れてさなんとなくいや面白い曲ついてるな面白いと思うこれも、うんうん、ただ欠点を言えば切れないけれども、うん、やっぱりちょっと苔重あった方がいいね。この辺の太さとこの辺の太さと同じ太さだから、うんうん、だけどそんなに自分の思いにかねた木になって、うん、そうだね。それであればこの木の一番いい見どころを見つけてそこを強調して作ってあげれば木も喜ぶでしょ、うん、こうやってたら誰も欲しいって人いないかもしれないけどちょっとそうか、うん、粘り出してそうだねこじゃれた鉢に入れたらさ、うん そうだね、うん、そういう感じでだいたいあのボンザンさんのとこで買ってきたもんで、はい、まあ、お宝の山だったし温山さんとは長い付き合いだし信仰、うん、の方ぜひ行って、うん、いろいろ探してみてください、はい。